ミズアブカは、ハエモクハエアモクの分類群の一つ。世界で約400属に選手が記録されている。なお単に、ミズアブというと、本科の種の総称、あるいは本科に属する、ミズアブストラタイミスジャポニカのいずれかを指す。アメリカミズアブストラタイミスポタミダストラタイミス、ローンがコーニーズ体長は2から28ミリメートルと、小型種から大型種まで様々である。 体型や体色、触覚の形状などは種ごとに非常に多様で、総子めの中でも形態的な多様性が高い分類群の一つである。一部の種は、スズメバチなど蜂に似た体色を持つことが知られる。一部の種では、幼虫が水生生活をしている。放火性を持つ種が多く見られる。成虫は年一回発生するが、幼虫が羽化するまでに複数年を要する種もいる。 幼虫で越冬する種が多い。以下のような赤が所属する。アメリカミズワブの幼虫は生ゴミなどの有機物を分解するため、堆肥の生産のために利用されることがある。さらに、栄養価が高いため食用にする方法が施行されている。しかし一方で生ゴミなどに発生するため、衛生害虫とされることもある。またアメリカミズワブの幼虫は死肉にも発生するため、 高位昆虫学的に重要な昆虫とされることもある。また水あぶか昆虫のさなぎは乾燥させて、魚の餌などに利用される。ありがとうございます。